カモンタツオのカモンカモンカモン。メール紹介しましょう、ね。サバエ氏、メガネのサバエ、福井県ウキウキハッピーさん、先日年末のオリックス劇場のカモンタツオ祝還暦顔面蒼白歌合戦の DVD ゲットしました。年末のオリックスにも行ってたんで懐かしい気分になりました。またカメラでアップで撮られているのでライブとは違う楽しみ方もできました。新型コロナウイルスの感染拡大の影響でまだまだライブができないなどの影響があると思いますが、これからも歌と笑いを届けてくださいね。 YouTube も全部見てますよ。ありがとうございます。ほんと前毎回言います、取っといてよかった。12月30日今年やったらできへんもんね。まあ今カモンタツの桜咲くショップでは、あ、もう君は買ってくれたね、ウキウキハッピーさん。またどっかで会う機会やったら持ってきたらサインするから。あの桜咲くショップではサイン入りで今 DVD を販売しております。さらに旧風のダイプレックス時代のアルバムなんか2000円で販売してまして、1万円以上は送料無料で、カモンタツのピックが今ついてきますから、どんどんと桜咲く、ね、ショップでお買い物、タオルとか T シャツも売ってますから買っていただけたと思いますけども、いやよかったわ、見てくれたね、とまあ撮っといてよかった。こちらは埼玉県のとしかずさん。高田文夫先生がラジオでカモンさんの年末の還暦ライブの DVD を見て感動されたようです。涙が出るほどとても称賛されていました。以前カモンさんがラジオにゲストで出られてましたが、高田先生とはかなり前から交流があるんですか。まあ重鎮ですからね。まあこの特に山田雅人さんをこの語りの世界に導いたのは高田文夫さんっていうこともあって、今回 DVD の中では山田さんも出てカモンタツオ物語語ってくれてるんで、これはまあ高田先生には送っとかなあかんなという。まあ言うてもすごい、たけしさんはやっぱり高田さんがいてこそオールナイトニッポンでのトークが冴えたっていう、まあ本当にまあお笑い、笑いに関してはね、ものすごく愛情のある方で、しかも一度なんかもう心臓止まって体調壊してペースメーカーでね暮らしておられますが、まあすごいことですよね。交流っていう、まあでもまあまあちょこちょここの人には認められたいなというふうな存在ではあるかと思いますね。カモンタツオのカモンカモンカモン。さあ今日はメール特集ということでまたまた紹介しましょう。ともあきさんは鎌倉。先日カモンさんが中学時代に作った曲、興味深く聴かせていただきました。私も学生の頃はアコギ一本で曲作りをしていたことを思い出しました。久々にギターを握ろうと思います。また昔の作品からも聴かせてくださいね。いっぱいあるから、世の中に出てない曲の方が多い。でもこの間も言いましたけども、中学の時に作った歌でも全部メロディーやから覚えてんのよね。まあ、それ聴かされる方も迷惑やと思いますけども、そういうのを僕らカセットに中学の時に録音してはね、ニューアルバムできたでとか言って学校で友達持ってったら、聞いとくわとか言ってカセット で次の日聞いた、まだ早起きや早起きや、で次の日聞いた、うん、一応聞いた、どうやった、うん、まあよかった、まあと違う、あの歌のこの歌詞に泣かされましたとか、そういう細かい意見を言えやっていう、なかなか言うてくれへんかった。ところが高校に入りまして、近所の中学校の横にあったペルルという喫茶店に綺麗な姉ちゃん、横浜から来た姉ちゃんね、ペルルの姉ちゃんっていう、通称ペルネっていうのをあれ言ってましたけど、ペルネが綺麗な事情があって来たんでしょうね。22歳で横浜から大阪の茨城の喫茶店に来てるわけだから、何らかの事情があって流れて旅で来て、この人が僕と中澤くんがいつも作ってたカセットをちゃんと聞いてくれて、細かく描写をしてくれる、あそこ良かったよとかね、ちょっとこれはもうちょっと詰めた方がいいわねとか、まあそういう16歳ぐらいの高校生は綺麗な姉ちゃんに褒めてもらうために必死になって曲作りました。もう何曲作ったか分からへん。そんなまあペルルの姉ちゃん元気かな、僕らの青春のマドンナね。とある時に谷村新司さんの知り合いの画家の、鳥居さんっていう人の個展に行ったら、鳥貝くんって言って、ペルルの姉ちゃん声かけてきたんですよ。もう今から十何年前、ペルルの姉ちゃんびっくりしたね。ほんでその後一緒にじゃあ寿司おごるわって言って、荒木っていう世田谷に会った時の荒木に僕は寿司食いに連れてって、でイラストレーターやってはるんですよね、山藤、ま、
山藤パパ子かなっていう名前かな、芸名で。で、で次に正月に、正月明けでまたあの飯食いに行こうって言ったら、お家燃えたのってどんな人生やね、どうすんの、知床に行くのってどんな人生やね、波乱万丈な姉やんですよ。今はまあそれほどつながりはないけども、まあまあ捕まえようと思ったら多分札幌あたりで双子の子供さんがもうおそらく子供さんですら40ぐらいになってるかな、なんか変わった人、そんな姉ちゃんの影響でかいですよね。まあ、考えたらそういう思春期とかにどんな人の影響を受けるのかというのは人生に、大きな、ヒントを与えてくれたりなんかするんじゃないでしょうか。また昔の歌もぜひ、あの昔の歌を堂々と聞いてもらえるなんかソフトできへんかな、なんかツッコミ入れながらとかやったらいけると思うね。そのまま聞いてもあかんから、中学生高校生が作った歌だから、なんかそこにちょっと客観的なボイスを入れるとかね、まあそんなんどうかと思いますけどね。こちらはポヨタさん、カモンさん、いつもラジオに YouTube に笑わせてもらってます。なかなか海外旅行に行けなくて辛いです、うん、カモンさんこれまでに行って印象的だった海外はどこですか。いつか行けるようになった時の参考にさせてください。そうやな、まあ今年は本当あのドバイの万博も1年延期になりましたからね、一応ドバイには行くつもりでいたんですけれどね、海外で印象、ニューヨークかな。ニューヨークのやっぱりあの2005年ですから、もうこれですら15年前か、アポロシアターのステージにアマチュアナイトで立って途中でブーイングで退場させられたという、まあ、思い出がありますけど、これ強烈やったな。あとは今から3年ぐらい前、アスタナ、カザフスタンのアスタナの万博に、まあ2025年の大阪の万博誘致をするために大阪の道頓堀のだるまさんとか今井さんとかククルさんとかと一緒に、その時は松井市長もおったし、世耕当時の大臣と一緒にあの横断幕持って行進したりとかね、ほんならそこに坂井太一先生もいたってね、呼んでないっちゅうね、呼んでないけど来てはって、カモさんとか言ってくれて、本当あの酒屋さんの晩年には万博について、あるいはなんかありとあらゆる人生についていろいろ教えていただいて、本当にあのまあ、印象に残る先生やな、本当心の底から先生と呼べるのが酒屋さんって太一さんやと思いますけれどもね。まあ、海外ね、どこ行ったらいいやろ。でもパリもね、まあ観光都市のパリも今大変やろうけど、前も言いましたけども、パリで凱旋門とかシャンゼリゼ通りをこうジョギングした思い出とか、まあそれはシャンゼリゼ通りを走ってた時にねっていうことが言いたいからまあしたわけなんですけど、中国もよう行ったな。中国、まあ上海万博の時上海もそうです、北京でも歌いました、大連でも歌いました、天津でも歌いました、いろんなところで歌いましたね。中国なんかも活気があって面白いか、韓国にも行ったな、まあ、あちこち行きましたけど、まあ、あの割とこうぼーっとしたというかリゾート地というよりもごちゃごちゃしたところが好きなんです。香港の雑踏とか、まあ、今密の時代やからあかんけど、雑踏があってなんか躍動感があって、そこから文化が生まれる、まあ、ニューヨークなんかもそうですけどね、そういうところを好んで、今まで旅してまいりました。これからもあちこちに伺おうと思います。カモンタツオのカモンカモンカモン